どうも皆様、おはこんこん、みつきくばすたです。島袋陽介、2桁勝利への道、やっていきます。まあ2桁はね、もういったっていうのはね、何回か言ってるんで、いやなんかね、思ったよりやっぱ打線の援護のおかげかな、思ったより早く2桁いっちゃったんですよね。能力的にもちょっと厳しいかもなんて思ってたんですけど、まあ意外といけちゃったんで、最多勝頑張ろっかな。いきます。さあ今日は千葉ロッテマリーンズ戦なんですよね。行きましょう。今日もね、厚尾さんに助けてもらいましょう。後ろにちらっと映ってますけど、さあ行きます。荻野さん、いつもね、春先に怪我しちゃって春の妖精なんて呼ばれてたんですけど、今年は結構ね、頑張ってるというか、意外と怪我しないというか、荻野選手めっちゃ好きな選手なんで、ね、怪我しないって本当助かります。まあ、なんだろう、敵として戦うと本当、まあ、僕が戦うわけじゃないけど、敵として見ると本当に嫌な選手なんですけどね、こう選手個人としてはめちゃくちゃ好きなんですよ。ロッテで一番好きなんじゃないかもしれない、ロッテで一番好きかもしれないとか言ってたら打たれました。いやーまずいね。こうなるとやっぱ足警戒しないといけないですね。まあ、警戒したところで走られるから気にせずやるっていうのもいいような気がするんだけど、どうせ走られるんでしょ、ほら。だからね、多分警戒するだけ無駄なんですよ。それで多分ストレートばっか投げて打たれやすくなるよりはって感じなんです。はい、オッケー、ナイス。今のはいい守備したんじゃないですか。荻野さん走ってこなかったね。攻撃を見事に読んでいました。よいしょ。これは読んでましたね。ウェイ。なんか微妙にタッチしてなかったように見えたんだけど。2試合当たりが出ていません。おお、走ってくるね。キャッチャー二塁送球する。あ、今の微妙に際どかったかな。この場面で盗塁を決められてしまいました。まあそうですね、走ってくるとは分かってたんですけどね。ストレートだったら案外今のさせた、まあいいけど。いや本当にね、クイックマイナスなんでね、多分気にするだけ無駄なんですよね。どうせ決められちゃうと思うんですよね、走ってくるような選手ってのは。エンドランとかじゃない限りは大体決められる気するんですよ。そして今回も4番細谷さんか。 OK、 まあ荻野さんをさせたのがでかいですね。先ほどのプレーになります。よいしょ。ご覧いただきましょう。コン。うい。いやー、プロスピ2019楽しみとは言いつつね、誰でスタープレイヤーやろうかっていうのは、決めてないんですよね。マルチアンダーを記録しています。まあヤクルトであるなら村上選手かなと思ってたりもするんです。村上選手でやる場合のタイトルみたいなもんもうなんか決めてるんで、うそーん。あ、びっくりした。決めてるんで、まあ、村上選手ならやれるなってのは思ったり、でもね、中日やりたいんですよね。今作っていうか、まあ、2015までの中日って、いわゆるドラゴンズブルーじゃない頃のユニフォームだったんで、ちょっとあんまりね、やる気が起きなかったんですよ。なんか高校野球っぽいユニフォームだななんてずっと思ってたやつだったんで、うん、まあね、でも今回はね、すごくいい、綺麗なユニフォームなんで、綺麗な色なんで、やろうかなと思ってるんですけど、それをまた誰にしようかなっていうところなんですね。よいしょ。足速い選手となると、中日っていうと、やっぱり大島選手、京田選手あたりかな。よいしょ。おい。まあ、京田選手でゴールデングラブ目指すとかいうのも面白そうですけど、まあまだね、ヤクルト以外は候補は白紙っていう状態なんですね。でオリックスとベイスターズ、横浜と、ソフトバンクと、あとは楽天かはね、2015でやったんで、阪神もかやったんで、
なんかやった球団はとりあえず後回しでもいいかなって思ったりしてるんですよね。何かきっかけになるような一本が欲しいところですね。だからできればね、やってない球団を選んでスタープレイヤーやろうかとは思ってるんですよね。ちょ、間違えた、あ、ごめんなさい。あ、スリーアウトか、まあいいね、ちゃんとベースカバー入れよ。まあでもね、結局やっぱりオリックスファンな僕なんで、オリックスでやりたくなるっていう気持ちもあるのはあるんですよね。そうですよね、小宮山さんからお墨付きをいただきました。だから福田選手、福田周平選手、オリックスので、なんだろう、走塁結果西岡選手みたいなスタープレイヤーやったり、あるいはね、守備でゴールデングラブ目指すっていうのもあったりみたいな候補はいくつかあるんですけど、なかなかね、オリックスやったしなっていう気持ちがちょっとあったりして、未だに迷ってるんですよね。おっと、いいよ、OK、よしよしよし。ロッテとかもね、結構面白そうだなと思ってます。ユニフォームとか好きですし、バッターボックスには石見、まあ、バントの上手い選手ですし、ここはバントでいいと思いますね。うん、なるほど、そうですか。よし、いいよ、タイミング。ピッチャー有利のカウントですから、思い切って内側をえぐるような球を投げ込みたいですね。よっしゃー、いいチェンジアップ、今のは、今のはいいよ。打順は3番、よし、清田さん。ツーアウトランナー一塁です。今日の先発ピッチャーは島袋、ここまで10勝をマークしています。ストライクを取ってこれで追い込んだ。さあ、いいよ、甘い、打った、やばい、レフトに大きな打球、テラスがあったらホームランだな。伸びている、伸びて二塁を送ります。バッターランナーは二塁到達。勝負球が甘くなっちゃったね。さあ、そして打席には細谷が入っています。さあ、先制のランナーを得点圏に背負います。まあ、ここはしっかり切り抜けて主導権を握られないようにしたいですね。なるほど、そうですよね。よし、バッターの細谷、今シーズンの得点、よっしゃー、いいスライダー、決め球。バッテリー三振でなんとかこのピンチを切り抜けました。ご覧いただきましょう、先に点を取った場面でしたが、ここは三振を奪いました。よし、1点先制してくれました。やっぱりね、ランナーもうあんま気にしないことにしますわ。どうせね、なんか警戒したって、結局走られる場合ってほぼほぼというか10割セーフになってるんですよね。だからもう牽制でさせなかったら諦めます。 OK、 さあ、どうしましょうかね。チェンジアップ入れるよ、頼む、甘いよ、これはどうか、本田さん、ああ、ちょっと逆シングルって言ったらいいのかな。流れが逆になっちゃったね。ショートなら分かんなかったけどな。バッターは今日、うん、もったいない。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。お、あー、レホさん、ボールを拾って、よいしょ、アウト、ワンアウト、しゃーない、しゃーない、ワンアウト、ランナー二塁となりました。それは人間だもの、攻防も筆の誤りっていうでしょ、プロだってミスするんだよ。ワンアウトになりましたが、得点圏には同点のランナ ー、 ーここで追いつかれてしまうと流れが傾きかれませんから、リードを守りたいですね。はい、なるほど、そうですね。よし、さあ、追い込みました。さあ、どうだ、なに、一、二塁間、クリーンヒット、ホームに送球する、ライト前ヒット、これでマルチヒット。まずいか、ランナーは三塁まで進んでしまいました。ここから、さあ、まず1球目、初球ボール、ここは三振が取れれば理想的ですね。うん、そうですね、やばい、危ねえ、外へ持っていきましたが入りません。よし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 、今のボールは追い込んでから使いたかったですね。なるほど怒られてんだよ、ここまで来たらもう三振狙いですね。そうですね、やばい、危ねえ、よし、本田さん、一塁送球、あー、くそ、マジか、よく戻りやがったな、畜生。ランナーは今井さんか、クルーズが入っています。気をつけたいバッターですね。
さあ、ツーアウトながら得点圏にはランナーが、よいしょー、しのいだしのいだ、オッケーオッケー、いいよ、危ねー、ヒヤヒヤするわ。さあ、いい打線なんでね、ぜひ点を取っていただきたい。点差を守っています。取れなかったか、まあ仕方ない。でね、あ、そうだ、今日枠さんなんでね、なかなか打てないんですよ。そう、今ふと思ったんですけど、そういえば中継ぎやってねえなって思って、中継ぎでスタープレイヤーの実況やるのも面白いかなってちょっと思ったりしてるんですよ。本当はね、リクエストがまあ来てなかったらそもそもやってなかったかもしれないですけど、増井さんを使って、まあ、2015年というとサファテさんがセーブ王だったんですけどを塗り替えるぐらいに、ていうか増井ひろとしセーブ王への道みたいな企画もねやろうかなって思った時があったんですよ。島袋、まずは先頭バッターを打ち取っています。今日の先発ピッチャーは、まあ、オリックスの、まあ、2019の増井さんでもいいんじゃいいんですけど、よし、まあ、まあやるかもしれないですけど、多分打者かな。打者の方がね、個人的には、うわ危ねえ、楽しいですよね。まあ、先発は先発で、投げるタイミングとか、まあ、ローテーション固定だったら分かってるんで、楽っちゃ楽なんですよね。やりやすいです、先発は。よいしょ、粘るね。さあ、6球目は何か。じゃあ打ちにくいくカーブ、粘るなこの野郎。じゃあインハイストレートだ、これなら打てんでしょ。沖縄対決、はい、やもうしつこいね本当に。石峰さん、9球ぐらい粘られたよ今。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかない、危ない。わずかに左に切れました、ファールボール。フォークが2球目。清田さん強いね。よし、アウトコースで決めました。ノーボール2ストライク。あえて高めのカーブ、打ちました。よし、川島さん、オッケー、スリーアウトチェンジ。アウト、スリーアウトです。もう1球じゃない、もう1回は投げたいな。さあ71球なんでね、まだいけると思います。スタミナもまあ黄色っちゃ黄色なんですけど、あ、でもこの辺りになるとね、こっから打たれると変えられる危険があるんですよね。こうちょうどバテ始めるところがね危ういんですよね。変えられそうな予感もする。うやー、抜けるんだよな、そういう辺りが。やばい、変えないで、まだいける、まだいける、まだいけるから、変えないで。小宮山さん、現在のピッチャーの状態、ルーキーだけど2桁だよ、変えないで。どうでしょうか、まあそろそろ疲れも出てくる頃ですかね。頼む、ね、ただまだ続投ですから。いやでもね、ここは踏ん張ってほしい。ピッチャー返し取れないな本当に。変えられちゃったよね。まあそうだよね。まあでもこれ6回途中で降板でしたね。ってことは勝ち投手の権利ついたんじゃないでしょうか。今日1点は、ああ、こっちか、ありがとうございます。あ、どうも島袋です。11勝目いただきました。どうも、新人を取りたいです、頑張ります。やったぜ。はい、というわけで今回はここまでにしたいと思います。最近なんかちょっと打線の援護がって感じもありそうな気がするんでね、なんかこう抑えてるときは援護がなくて、打たれると援護してくれるってちょっと噛み合ってないような気もするんですよね。というわけで今回はここまでにしたいと思います。次回はどこだろう。マジック頑張って減らしていきます。次回もお楽しみに。バイバイ。以上をもちまして本日の動画は終了いたしました。お帰りの際は足元にお気をつけて、チャンネル登録をお願いいたします。またコメント高評価も受け付けております。本日のご視聴誠にありがとうございました。